塩釜港の石油コンビナートで地震による油漏れや火災に対応するための訓練が行われました。訓練は塩釜市で最大震度6弱を観測する地震が発生した想定で行われ、県や警察、消防など13の関係機関からおよそ150人が参加しました。陸上では土のうを積み上げて漏れた重油の拡散を防ぐ手順を確認したほか、灯油の貯蔵タンクでは火災が発生した想定で消火訓練が行われました。また会場では船でオイルフェンスを設置し、吸着マットで漏れた油を回収する訓練も行われました。ひとたび事故が起きれば大災害につながるという恐れがございます。こういったことをですね、防ぐためにもこういった関係機関相互の連携の強化、そういったものを含めた防災訓練というのは非常に重要となっております。